おっすー。おら、コジキンだぞ。えー。皆さん、こんにちは。えー、今回はですね、川崎フロンターレの新体制をタサポの視点から見ていきたいと思います。はい。監督は、あ、ちゃんって監督とかこれ書いてないのかないいか、監督一緒だし、いいか。監督、あれ一緒だよね。<laughs> あれ監督一緒だよね。一緒ってことでいい一緒にします。はい。おんちさんってことにします。 えーじゃ、背番号見ていきましょう。ゴールキーパー、チョンソンリョンですね。チョンソンリョンのユニフォーム表記って何かかっこよっ。ジョン、ジョング SR だって。<laughs> かっこよっ。何ちょっと。ジョン、ジョング SR。ま、あ、これでチョンって読むんだろうけどね。チョンソンリョンってことか。かっこいい。何これ。ちょっとかっこいいな。チョンソンリョン、2番上り里。あれに、上り里って上りじゃん。あ。 あれだっけなんかユニフォームネーム、ちゃんとした名前じゃないとダメになったんだっけで、3番がね、秋版ですね。N 選手がね、いたところですね、確かね JGA、谷口翔吾、森田、まあ、この辺で、7番、あ8番変わりましたね。脇坂ちゃんじゃないですか。いやー、脇坂はね、ほんとね、去年、一気に株を上げた感じですよね。 ごめんなさいよ。2年前、選手メーカー見て、この人誰だろうって思ってたんですけど。いやー、もうちょっとね、川崎の顔になりつつありますね。うん。もうなんで川崎ってこんなにいい選手が次から次へと若い世代出てくんだろうなー <laughs> いいなぁ。面白いしさ、サッカーもさ。まあね、去年はね、結果だけ見ればね、うん、ちょっと残念なところもありましたけど、まあそう、何年もね。 一位取れるわけじゃないからさ。仕方ないよ。レアル・バルサじゃないんだから。うん、J リーグ結構してっから。しゃないしゃない。今年またやり直していこうと。はい。で、9番、レアンドル・ダーミアンね。この辺もね、この選手も、まあもちろん点は取ってはいたんですけどね。やっぱこう、ネームバリュー的にはもうちょっとね、点取ってもね、いいよね。で、10番、大島、11番、小林雄、12番、フロンタル君とサポーター番号ですね。 13番が山根。山根は3番つけないですね。13なんだ。14番はもちろん剣語ですよ。15、イサカゼイン。イサカゼイン、かっこいいよね、名前。イサカゼイン。で、16番、ハセ側。で、そしてサプライズ来ましたね。ジオゴ・マーテウス。17番だって。なるほど。あれ、エウシニョって何番だったっけ ?18 か。 じゃあ何でもないでーす。えー、18番、三苫、これも一応新加入だっけなんかもう川崎の選手ってイメージがあるんだけど、新加入だっけまあ、三苫、違ったっけちょっとね、記憶がこっちになってます。19番、斎と20番。あ、宮城。そっか、宮城いるんだ。ねえ、宮城やっぱね、J2 で見ても、うん。やっぱなんだろうなあのー。 なんて言ったらいいんだろうな。まあ、ポジショニングとかはやっぱ優れてるし、ボール持った時の落ち着きっていうなんか一言で簡単に終わらせたくないな。<laughs> うーん、ちょっと言葉にするのが難しい。なんだろう、うボール持った時なんかね、違うんだよな。まあ、あれは見てる人の感覚によるんだろうけど、うんまあ、宮代いい選手だなっていうことです。端的に言うと。21番、真渡り。 これも新海連の選手だったっけまあ、渡りが出てて、渡りが来たみたいな。なんかそんな感じのツイートを見た気がすんだもん。下田22。下田も意外と川崎長いね。結構なんか点々としてるイメージなんだけど。えー、23番藤島。えー、24番安藤。えー、25番田中青まあ、この選手も去年ね。まあ、若手で一気に十角を表したようなイメージが強いです。26番神谷。 え、ちょっと知らない。これ名前なんて読むのこれ鎧鎧鎧師ふっ後で調べよう。27番が丹ナです。えー、28番原田。あ、ちょっとこの選手知らない。あ、なんか次の、次のさ、これは、脇坂とか田中青枠なんじゃないの有名だったらごめんなさい、すでに。二9樹。 30番が、旗手て。あー、なんか名前聞いたな。この選手も結構期待されてんでしょで、34番山村。あ、山村って34番だったんだ。そして41番家長。この41番つける風習何なんだろうね。この家長に限らずね。他のチームでも。やったらと41番つける人いるよね。はい。というわけで、まあ、今年のフロンターレ見ていきましたけど、 さあね、このジオゴン・マテウス、かなり気になるね。マギーニョよりやっぱ活躍することがね、求められますよね。で、まあ、ディフェンダーのところで言うと山ね。うん。まあ、ちょっと、あれあそっか、エシュルはないんだった。ごめんなさい。なんでもないでした。うん。まあ、基本のメンバーは、まあ、変わってはいないよね。川崎は。継続性が高いですね。どちらかというと、入れ替えより。うん。だから、まあ、 やっぱポゼッションで崩してってって感じの従来のやり方でやっていくんでしょう。で、その中で、このね、新加入の選手たち、あとまあ若手、ね、伸びしろ、伸び盛りの若手たちがね、さらなる成長で数字として結果が残せると、まあ、海外に行っちゃうかもしんないけど、面白いなーって思いまーす。はい。ね、あと、どうなのシーズン中にこっから海外移籍の選手とか出ないのかなんか川崎って不思議でさ、 あんま海外移籍する選手いないよね。なんかそのちょうどいいラインの選手を、なんか、チームに置くのがうまいんだよな。不思議だわ。だって大島とかもなんか海外行ってもいいような選手なんだけど、やっぱ川崎って落ち着くんだろうな、選手かな。うん。あとサポーターとかもやっぱ温かいしさ。あ、これ、なんかサポーターこびてるみたいな言い方になっちゃったな。<laughs> うん。いやでもほんとそうだと思うわ。 うん。スタジアムとかね、行ってもね、思うもん。やっぱ川崎のあの空気がいいんだよな。まあ川崎自体は治安はあんまり良くないけどね。<laughs> うん。はい。ってことでユニフォーム見ていきましょう。どーん。んさっきちら見らしたんですけど。何これ。釣り金具あ、違う。飾り金具 え結勝だるまが。あ、ほんとだ、かわいい。だるまだ。ユニフォームの中にだるまあるんだって。えー、これ面白いね。どこにあるか探すの楽しいじゃん。うーん。あ、なんか、後ろシンプルでいいね。あー、ちょっとね、個人的にね、なんか前のデザインと後ろのデザインが全然違うのって嫌なんだよな。もほんとこれ個人的な話で。 若干細柄、中肉臭さ感じんな。<laughs> 中肉臭くない若干。うん、ま。遠目から見たら、ほんとかっこいいだろうな。なんか近くで見るとちょっと中肉臭いなって思っちゃうけど、まあ。これはもうほんと人の好みですね。うん。いい。やっぱ青の色がいいな。なんか安くさくない青の色ですね、今年ね。ね、水色がちょっと合わすぎるとね、それはそれでポップで可愛いんですけど。 私のフロントタラのユニォームは強そうな水色といいますか。<laughs> これも本当個人の感性ですけどね。あ、はあ、上ーに。えー灰色が割と多めですね。えーで、スポンサーの色は赤なんですね。SMBC 証券とか、富士通とか。この辺もスポンサー同士の工夫ですよね。映えるように統一感を持たせてますね。うん。 うーん。うーん。うーん。<laughs> はい。で、緑。キーパーでーす。うーん。なんか、おばあちゃん家のテーブルクロスみたいな柄だな。そんなことない ?1 万3000だって、安。あ、安くないか。あ安いか。安い、安いよね。1万3000安いよね。あれあ、ユニホームってどんくらい値段だったっけ なんか2万ぐらいするイメージなんだけど、気のせいかな。1万円。ちょっとすいません。あの、忘れました。ユニフォームだいたい何円するか。でも安いよね、多分。いいなぁ。はい。まあ、ってことでね、川崎の新体制はね、見ましたけど。そうねー、まあ、ね、やっぱね、それまでのシーズン去年までのシーズン一昨年,年までのシーズンがね、 ま、好調だっただけに、去年がちょっとだけね、下降気味になってしまいましたが、今年はどうなるでしょうか ?V 字回復するのか、それともさらに下がってしまうのか。うん。ま、あでもさらに下がることはないでしょう。4位以上でしょう。きっとね。はい。と、私は読んでいます。以上。川崎フロンタルの身体性を適当に、意外とがっつり見た気がするわ。適当に見てみました。あざした。